イモガイは20世紀末頃まではイモガイ科の貝類の総称21世紀初頭ではイモガイ科のうちのイモガイア科の貝類の総称もしくはイモガイ上科のうちイモガイ型の貝殻を持つ貝類の総称別名みなしすべてが貝産で長官体から深海まで生息する捕食性で死絶が特化した神経毒の毒船がついた森で他の動物を刺して麻痺させて 餌とする。毒は種類によって異なるが、人が刺されて死亡する場合もある。約500種を数えるが、分類は必ずしも確定したものではない。旧来は、殻の外見が芋貝型のものをまとめて、芋貝化を構成させていたが、この当時でも分類は、幾分混乱しており、すべてが単独の芋貝属ナスとして扱われる場合や、コナスの下に多数のア族が使用される場合、 これらのア族が族として使用される場合など、族の扱いは研究者によってまちまちであった。20世紀末には従来、果巻き貝科に含められていた貝類の一部も芋貝科に含まれるようになったため、従来の芋貝類はその中の芋貝科としてまとめられるようになった。しかし2009年には芋貝科を解体して、複数のトガと赤とに分ける芋貝状科の分類も提唱された。これを受け入れるなら、 従来の芋貝類は芋貝浄化のうち単に芋貝型の貝殻を持つものの総称ということになる。アンボイナとツボイモは最も有毒な貝としてギネスブックに掲載されている。世界の暖流域に分布するが熱帯域の産後礁に特に種類が多い。日本では太平洋側では主に房総半島以南、日本海側では主に能登半島以南など、 黒潮や津島暖流などの暖流の影響の強い地域に見られる。本土では直接黒潮に接する千葉県や和歌山県、高知県などに多くの種が見られるが、南西諸島を抱える沖縄県や鹿児島県は種類が格段に増え、特に沖縄県では約110種を数える。殻は円水型で、ほとんどの種で、ラトーが低く殻口が狭い。拡張は、 最大で23センチメートル程度までになる。英語のコーンシェルも塩水型をしたからに由来する。和名の芋貝は殻の形が里芋の芋に似るからと言われており、俗名のみなし貝も狭い殻口から見え隠れするわずかな実に由来する。全種が肉食性で食性により魚食性、虫食性、海食性に分けられる。中には タガヤさんみなしシーテクスタイルのように巻貝専門で他の芋貝まで食べてしまう種もある。捕食法も魚食性の種は積極的に出歩いて獲物を狩る探索型と待ち伏せて捉える待ち伏せ型とに大別される。芋貝は動作が簡単なので魚のような俊敏な動きの獲物に対しては死絶を発達させた毒盛を打ちその体内に 神経毒を注入し麻痺させて捕まえる。また身に危険を感じた時も外敵に対してこの毒盛りを打つ場合もある。特に魚食性や一部の海食性の芋貝は、その毒性が人を殺すのに十分なまでに発達したものがいる。種数が多い虫食性の芋貝の毒は、知識的ではないものの扱いには十分な注意が必要である。天敵は海食性芋貝を除くと甲殻類で、 甲殻類に対して毒盛りによる攻撃は通じない。芋貝は食用に供されることはほとんどないが、刺されると死に至る猛毒を有する危険生物であり、氷門だことともに、磯遊びやダイビング時における要注意生物の筆頭に挙げられている。しかし、その一方で近年その毒が医療分野で画期的な新薬として期待されている。 またその殻が微齢であり、かつ希少とされる種も多いので、コレクションの対象とされる。芋貝の毒森は、施設が発達したものである。毒森の先端は鋭く尖っていて、容易に抜けないように逆棘まで備わっている。森の内部は中空で、発射時には毒液で満たされる。根元は綱に相当する、伸縮性のある細い管につながっており、そのさらに根元には、毒線がついている。 毒森は通常は矛先を出した状態で、ホッと呼ばれる柔軟性のある管の先端内部に隠されている。獲物に気づくと、貝は糞をそちらへ向け、それと同時に森の内部に毒液が充填され、筋収縮を用いて獲物に向けて発射される。毒は瞬時に獲物の全身に回り、小魚であれば即死する。貝はそれを見計らって綱をたぐり寄せ、 麻痺した獲物を軟体部で覆って消化に取りかかる。毒盛りは消化後、背骨や鱗といった獲物の消化できない部分とともに吐き出される。このトキシンと呼ばれる芋貝の毒は神経毒で何百もの異なる成分からなる混合物である。その成分構成や成分比は種により様々に変化する。芋貝はその貝殻の色や模様が美しく。 また美しい珊瑚礁の周辺や砂浜など人目につく場所にいることが多いのでよく素手で拾い上げられるがその後皮膚に密着させていたりすると外敵とみなされて毒盛りで刺され死に至るケースがある芋がいい個体に含まれる毒はおよそ30人分の致死量に相当するアンボイナシージーオグラファスは俗に英語でシガレットスネイルと呼ばれているがこれは タバコを一服する間に死を迎えるという意味である。同種は沖縄県でもハブ街、浜中といった俗名があるが、前者はその毒性を毒蛇のハブに例えたもの。後者は刺されたら陸にたどり着く前に浜の途中で死ぬといった意味を持つ。毒リは時に軍手やウェットスーツさえ突き抜ける。琉球列島では1896の1996年の 間に確認された被害例が30件あり、死亡例はそのうち8件、それらは全てアンボイナによるものであった。加害例そのものでは他に、西木みなし、高屋んみなし、焼き芋の例があった。芋貝の刺した直後は全く痛みを感じず、自覚がないことがほとんどであるが、その後しばらくして患部に激痛が生じ、続いてしびれ、腫れ、うずき、めまい、おうと、 発熱といった症状が出る。ひどい場合は、視力や血圧の低下、全身麻痺。さらには、呼吸不全により、死に至る。芋イ,イの毒には抗毒血清がないので、毒が被害者の体内で代謝され抜け切るまで、なんとか生命を持ちこたえさせることが、唯一の救命策である。アンボイナではその毒は、神経性で、呼吸筋の麻痺によって死に至るが、心筋や中枢神経には、 被害が及ばないため、人工呼吸器で対応することで乗り切れるとのこと。焼き芋シーメーガスの毒には、モルヒネの1000倍強力な鎮痛作用を示す成分が含まれている。この成分に由来した初の芋害毒由来の鎮痛剤事故の態度は、2004年12月にアメリカ合衆国の連邦食品医薬品局により、医薬品として承認されており、その劇的な鎮痛効果から、 将来的にはモルヒネにとって変わることが期待されている。イモガイの毒に含まれる他のペプチドにも強力な医薬品になり得る可能性があるものがある。例えば、オーストラリア産のビクトリア上芋しいビクトリーから分離された ABC1 は手術後の神経痛を抑えるのに非常に効果的であり、神経細胞の回復速度を速める効果すらあることが確認されている。 その他臨床試験中のものには、例えば、アルツハイマー病やパーキンソン病、転換の治療において使える可能性のある成分がある。芋貝の中にはその核表面に精緻で複雑な模様を施すものがあり、大きさも手頃なため、宝貝などとともに収集対象として人気のある貝類となっている。中でも海の栄えもしいグロリアマリスは、近年になって多産地が発見されるまで、 発見された標本数が10個に満たなかったので200年ほどの間、その希少性と法外な高値が収集家の間で非常に有名であった。多少かけた貝殻もプカシェルといったソーシン具を作るのに利用される。また古代の遺跡から出土する貝殻でできた腕輪には大型の芋貝の殻を利用したものがある。いずれも芋貝の毒が題材として用いられている。 西太平洋の暖流域には、芋貝と共に、芋貝と外見が良く、似たマガキガイも生息する。マガキガイは、芋貝とは全く異なる。袖ボラ科に属しており無毒なので、外見が似ているのは、ベーツ型議イではないかと言われている。マガキガイは、袖ボラ科特有のギザギザのある爪のようなフタとギョロ目を持ち、生害の貝殻は、角好内唇が黒く口内が濃いオレンジ色に、 なるので同じような場所にいる、芋貝類と区別できる、いろいろな芋貝の捕食行動の動画、ありがとうございます。